皆さんこんにちは是非最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです大相撲の元幕内北西方の暴力問題で宮城の親方元横綱白鵬が師匠の立場を外された宮城の部屋の問題の行方が決定しました朝乃山親方元大関海王が師匠を務める朝乃山部屋への九州合併で固まったことが2024年3月19日わかりました 春場所は玉垣親方元小結び友の花が師匠を代行していましたが4月以降は部屋が所属する伊勢ヶ浜一門が処遇を預かることになっており調整が続いていました朝香山親方はこの日春場所が開催されている館内の日本相撲協会の役員室を訪ねましたその後は伊勢ヶ浜親方元横綱朝日富士と約20分間競技に入ります 私の方からは何も言えないと名言は避けています。宮城の部屋は一時的に閉鎖され、同部屋に所属する10両、白王宝浦力士約20人は、朝霞山部屋へ転籍することになります。また、宮城の親方は同部屋付きとなります。この決定事項は、春場所後の理事会を経て発表される見込みです。執行部は力士の転籍に伴う生活環境の整備などには柔軟に対応するとみられています。 伊勢ヶ浜一門は当初力士は大島部屋宮城の親方は伊勢ヶ浜部屋部屋付きの間垣親方元幕内石浦が別の部屋へと分散して転属させる案などを執行部へ提出しましたしかし執行部は差し戻し力士全員と宮城の親方らを一括して朝霞山部屋へ移すことを推していました朝佳山親方は春場所後に新理事に就任予定です 執行部では一門でただ一人の理事となる立場を踏まえさらに築いてきた師弟関係の絆を重く見て指定一括の移籍を求めたとされています元横綱白鵬の宮城の親方弟子の暴力問題で師匠剥奪処分を受けていますが相撲協会に送られたとされる宮城の親方の取り巻きによる暴行トラブルの告発文の存在が明らかになります今後 宮城の部屋が閉鎖に向かうとも報じられている中で相撲協会はどのような処分を下すのかこちらも気になるところです。各界ででははお米は金を意味すする因果だそうです資金集めの白鳳米ビジネスが頓挫に至る過程で起きたトラブルが今のタイミングで告発されたのは宮城の親方や周辺への不信が募っていたからと考えられます。もともと協会執行部は白宝の派手な金回りも白眼視していた。 昨年1月の引退相撲では政財界の大物らが曲げにハサミを入れ「祝儀4億円」の断髪式と騒がれたただ断髪式に協会幹部が一人も出席していません部屋の移転先は日本橋の一等地に見定め150坪の敷地を15億円で確保して部屋を建てようとした矢先の降格だったと相撲ジャーナリストは語ります計画としてあった日本橋の土地に部屋を建てられる状況ではなく 固定資産税などのコストばかりが加算でいきます今後は金回りががどううなるるかの問題が出てくるでしょう執行部が白鵬を徹底的に追い込みたい方向なのは間違いなく少なくとも2年長ければ5年は部屋を持てないその間に何か不祥事があればアウトですと続けて語ります執行部から敵視されながらも「お米が切れる金払いがいい」との表で勢力を広げてきた宮城の親方。 力尽きる時は迫っているのでしょうかそんな宮城の部屋についてこれまでの経歴や成り立ちを調べてみました宮城の部屋は日本相撲協会所属で瀬ヶ浜一門の相撲部屋です高島部屋の横綱吉葉山が1958年1月場所限りで引退して一大年寄り吉葉山を襲名すると同時に吉葉山道場を創設 同時に福の里も吉羽山道場へ移籍、しました。1960年に名跡の変更を行い八代宮城野を襲名し部屋名が宮城野部屋に改称されました八代は関脇妙武谷や陸奥嵐小結広川など数多くの関取を育て上げました1977年11月に八代が逝去したため 同年12月に部屋付きの10代東刊元小結び広川が九代宮城野を襲名部屋を継承しました1980年9月には東京都墨田区横網から道区緑へ移転しています9代は先代の弟子から引き継いだ幕内筑波山や香龍などの関取を育て上げました1989年6月に9代が急成し部屋付き親方である10代中川元幕内 筑波山が10代宮城野を襲名部屋を継承しました10代は先代の弟子から引き継いだ幕内工房や十両若隼人を自身の直弟子からはモンゴル出身の白鵬を関取として育て上げましたそんな宮城野部屋で2015年ある事件が起きます当時横綱白鵬が所属していた宮城野部屋の熊谷親方元十両 金近が障害容疑でで逮捕されたのです同年7月下旬に名古屋市内で自身の送迎やスケジュール管理を任せていた男性を金属バットで数十回殴打するなどして約2週間の怪我を負わせたという事件でしたしかし関係者の間からはこの段階で兼近が白鵬の元からいなくなるのはいろいろと都合が良すぎるとの声も出ていたそうですどういうことなのでしょうか 突然発生した現役親方の逮捕劇の裏では何が起きていたのか探ってみたいと思います。金近は、もともとは宮城の部屋の力士ではありませんでした。見保が関部屋に北の海親方のうち弟子、現役力士や部屋付け親方が、将来部屋を起こすことを前提に、所属する部屋に在籍させる弟子のこと、として入門し、1985年に初土俵を踏んでいます。しかし伸び悩み、 結局幕内に上がれないまま2004年に北の海部屋で引退を迎えました当初はラーメン店を開く予定があったようですが九代宮城野元小結び広川の娘との縁談が舞い込んで結婚しますその結果年寄り宮城野を襲名しましたこの親方就任劇は当時大きな話題となっていますなぜかというと部屋どころか一門すら超えた就任劇である上 特例が認められたケースだったからです金近は最高位が10両2枚目通算24場所親方就命の条件には10両と幕内通算30場所以上という規約があるのですが例外として部屋後継者と認定された場合には10両と幕内通算20場所以上で良いという規定がありますこの例外が適用されたのが金近だったのです これには当時理事長だった北の海親方の後押しがあったと言われました。北の海親方は面倒見が良いから、内弟子だった金近が各界で生きていけるよう取り計らったのではないかということです。宮城の部屋では9代目が急性した関係で、金近が来た当時はすでに同部屋の力士だった筑波山が10代目、宮城野を襲名していました。しかし、結婚に伴って金近が11代目となり部屋を継承し、 筑波山は熊谷を襲名して部屋付け親方となったのですしかし2007年八百長騒動に関するトラブルが勃発します教会は地近が教会の品位を傷つけたとして言動を問題視し2010年12月に開かれた理事会にて2人の名跡交換が命じられ地近と筑波山の立場が逆転するというこれまた異例なことが起こりますこののの一連の流れの中では 白鵬が力をつけて番付を駆け上っていきました金近が師匠として部屋を切り盛りしていた時に白鵬は横綱まで登り詰めていますしかし白鵬の育ての親はあくまで筑波山です入門前体が細くて耐性しないと言われていた白鵬を根気強く育てたのが筑波山でしたそのため白鵬は金近の言うことをあまり聞かなかったと言われておりこの三者の微妙な関係が 宮城の部屋にはずっと横たわっていましたそれを踏まえて各界ではさまざまな憶測が流れています伊勢ヶ浜一門のある関係者が語っていますなんだか都合よく兼近そして先代との関係を清算できたんだなぁというのが正直な感想ですこれまで部屋の建物は九代目の未亡人の持ち物で筑波山が借りていてちーままのような形で運営していただが実は 宮城の部屋は耐震性の問題から移転することが8月末に発表されたばかり中には部屋関係者の誰かが逮捕情報を事前に知っていてこのタイミングで移転を計画したのではないかとまで言う人もいますよとラジ上を語っています宮城の部屋では8月30日に白鵬の最後の綱打ちが行われその時に全員での記念写真が撮影されました しかしそこに部屋付け親方である金近の姿はありませんでした金近のバッグが北の海理事長であるというのが意味深です近年モンゴル人のママ親方になりたいという考え方のあった当時の白鵬と国籍を盾にそれを絶対に認めようとしない理事長の確執は決定的なものとなり両者の対立関係が強まっていましたただ当時北の海理事長には「十秒説」がささやかれ 各界における影響力の低下を指摘する声も少なくありませんでした先の名古屋場所も病気療養のため途中休場。さらに天皇支配は代理が授与するという過去の理事長では誰もやったことのない失態を演じてしまったのですこうしたタイミングで白鵬の近くにいた北の海理事長の秘蔵子が逮捕されました被害者男性に被害届を出すよう焚きつけた者がいるのではとの噂も飛び交っていました 突然の現役親方の逮捕劇は単なる偶然かそれとも何者かが指したのか大きな波乱を含んだまま2015年当時の各界は9月場所を迎えました今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそしてこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします